今日可愛いじゃん。ごめんね。行くわ。になにです。モテるためにはモテる具体的方法ばかり聞いても拉致が開かない。むしろモテない具体的行動を避けることの方が重要視されるこの世の中です。ということで今日はこいつモテねえなと思った男性の具体的エピソード、こちらを聞いてきましたので紹介していきたいと思います。いや今回ねマジで面白くて、まあ、逆バージョンもね後日やりますよ。はい、やりますから、もうゴダゴダ抜かさんでくれ。はい、それでは行きましょう。ほんわかの方で前澤社長の応募してるやつ。わかる。2019年ぐらいからもうつぶやきとか全くしとらんくせに急に前澤社長のリツイートして、なんかしかもそれに加えてゴマスリリップとか送っとったら、うわーやっとるわこいつってなるよ。リツイートくらいなら私していいと思うんですよ。だって、すげえもらえる可能性あるでしょこれが。うん、そしたらしていいよ。けどなんかちょっとリプまで送っとったらこいつマジかよ。ってなる。僕は現在大学生で将来は会社を立ち上げたいと思っています。僕は本当に夢、大きな夢があります。前澤様のおちくみたいな感じでさ、もうむちゃむちゃごま吸っとりますやんみたいなさ、リプをこう送りつけとったら、ちょっとそれはもう、なんか見ちゃいけんもんば見た気分になる。魚さばきながら電話できるぞアピールがうるさい。37歳、バツイチ男。アピールポイント他にあるやろ、さすがに。ちょ、俺今、魚さばいてんのよ。ああ。今日サバが結構釣れて、もう汗かりの方でね、ちょっとちょっくら行ってきたんだけど、あいや俺今すっごい体勢でやってっからね、同時進行で、みたいなね。もう絶対こいつ LINE でのびっくりマーク赤やんって思うよね。絶対 LINE びっくりマーク赤にするタイプやって思いませんか。インディーの玉くらいでっかい鼻くそが見える。今ねインディージョーンズでかい玉で調べたさ、倍でかいっちゃけど、そりゃモテんわ。アクアビエズアートサイズの鼻くそやったらこっちはもう無視できますよ、スルーできますよ、スルー案件です。けどこれやろ、ちょっと言いまして、著作権引っかかるけど載せれんけど見てほしいわ。インディージョーンズでかい玉で調べてみてみ。無視する方が失礼やもん逆に。一匹狼を他人に言う、一匹狼と他人に必要以上に公言する男はポーザーです。絶対寂しがり屋やん、寂しがり屋確定やん。やけんそういうこと言うやつは、俺狼一匹でさ、狼一匹じゃない。恥ずかしい今のちょっと。俺一匹狼でさ、なんか群れるのとか結構嫌いなんだよねって言ってきたやつには、こう二人きりになった時にそっと、本当はずっと寂しかったんでしょって言うさね。私は言うよ。そしたらファッション狼は目にこう涙を浮かべながら、って言うけん。それで感動させてその一匹狼ばでバリ流したか。俺のこと俺っていうやつ。あうーん、まあモテんとは思わんけど、なんだろう、初見でちょっと違和感を感じるよね。ちょっとした違和感は感じる。俺はって言うんでしょ。なんか興味湧くやんそいつ。おー、なんか面白がやさん出てきたな、興味湧いてきたぞってなるよね。カフェとか行ってみそいつと。ここオーレのおすすめのカフェ。あ、大丈夫大丈夫、財布閉まって、ここオーレが出すから、すいませんカフェオーレ2つって言うんでしょ。店員と顔見合わせて笑っちゃうよ。聞きました今みたいな顔して、オーレですって。でカフェオレもオーレって言うんかいってですね、おかしかですよねこいつ。やっとりますよね。女子と喋るとき青鬼のたけしくらい震える。一部の人しか伝わらん例えやめてほしいな。私はわかるけどね、たけしマジで頼れないよね。ガタ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 してさ、タンスにすぐ入りやがる。お前がタンスにおったせいで私何回青鬼に殺されたと思っとるとって、うわ青鬼来た逃げろと思ってタンス開けたらたけしおるちゃん、お前邪魔しておけろと思ってさ、どうせ死ぬんちゃけんって思って。失礼だね今のは、すごいたけしに失礼。俺今してると思います。うん、もう聞いてる時点でしてんだよ。得意料理何、慌てるわ、カップラーメンでしょって一人で笑っててきつかった。うわきつい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 、あーきつい、想像できすぎてきつい、憂鬱なってきた。もうなんかでもおらんよねこういうテンションの人。得意料理何、ちょ待って待って、当てるわ、わかった、カップラーメンでしょ。いやでも待って待って、意外と料理得意な説もあるから、待ってわかった、俺絶対わかった、卵かけご飯みたいなね。もうこっちももう、どうしようこいつと思って、ははは、卵かけご飯って、ははは、面白い。で、まあ、とりあえずは言うけど、ね、もう家にこう帰ってる時、もう愛想笑いのしすぎて、頬痛ってなるわ。大学生のくせにピロートークで中学生の頃のモテ自慢してきたこと。うわー、これ絶妙に痛いとこついてきとるね。いや、けどこれ大学生ですよね。
やったら中学までは許さん、保育園とかになってくるとちょっともうアウトかもしれんけど、俺4歳の頃ガチでちょっとヤバくて結構言い寄られとったんよね。あの時期懐かしいわ。聞くこれ、通常時で保育園のモテエピソード語られるのも、うん、お前いつの話しちょっとやろうなこいつはって思うけどさ、もうそれピロートークでそれやったら本当にもうドガン化してください。それ俺人間観察趣味じゃんねって聞いてもないのに言ってくる人、うわあ、私も一時期これ言ってました、ごめんなさい。私じゃないですかこれ、物事達観してみれる私どうですか、異様な雰囲気っしょみたいなのをちょっとみんなになんかアピールしたかったんだよね。たしのみ中元カノめっちゃ可愛かったって何回も言う、飲みしてやろうか無事。あ、これちょっともやっとするやろうね。確かに友達と差しで、でそれでそういうこと言われるなら、あそうなんよかったやんっていう感じで普通に言えるけど、絶対お互い異性として意識してるやんみたいな人にこれをもし言われたって考えたら確かに普通に萎えそうで、なんかさ元カノ可愛い可愛いとか、いや元カノマジ可愛かった、いやマジで俺の元カノヤバくて超可愛くてみたいな行動をさ言っとってよ。でその後、いや今日めっちゃもんだね、つかなんかバリ眠、休むどっかとか、あからさまワンチャンもう狙ってきた場合はもう確実に飲めせよブチつか、あれなんで異性と差し飲みしよるとかな、私の視聴者の分際で飲めすぞブチ。 SNS のプロフィール欄がやたら詳しい、うわーこれはねちょっとわかるわ、男女問わずじゃないこれ、結構同い年ぐらいの子でもさ、その出身幼稚園から現在の大学まで書いてる人おるやんけ。おじさんとかに関しては鈴木ワゴンワールドにゴールド免許です、最近は釣りにハマっています、直近だとイカ、クロダイ、アジ、すっごい量の情報を提供してくれてるよね。飲みの席で俺酔っ払いたいっていう鬱陶しそうなんだろう、最初に言う分にはよくないですか、最初に俺今日酔っ払いたいわみたいな感じで言うのはなんか、あなんか楽しくないそうなって思うやん。けどこの飲んどる最中に何回も言ってきたらって考えたら本当になんかうわちょ待って待って待って、俺酔っ払ってないっちゃけど、俺マジ今日酔いたい、いや俺今日酔いたいのって、ちょ待って誰かもっとなんか持ってきて強いやつ、今日俺酔わして、俺酔わしてだった、俺マジ酔っ払いたい、あーもう本当にうるさいな、なんか息臭いしってなるよね。息臭くなくてもなんか息臭く感じちゃうよね。うるさいな、じゃあお前が適当に生きて頭悪い飲み方してぶっ倒れとけばいいやん。酔ってると電話してくる、あーでもね私これしたくなる人の気持ちわかるんですよね。私も酔っ払ってる時とかって本当になんかね、好きな人とか気になる人とかにマジで本当に連絡する一歩手前になるもん。毎回したことないんですけど、一回もう理性が勝つので、え、私酔っ払って男の子に連絡したこと一回もないな。いや酔っ払ってる時に男の子からこう連絡が来たら返しちゃいませんか。結局こういう時に連絡できる女の子が勝つっちゃろ、会いたいとかさ、会いたいとかさ言えなくないもん、を言いたいもんを。けどこれは興味がある異性からされたら嬉しいけど、興味ない男の人とか女の人とかからされたらただただ不快ですからね。いやー怖っ。 LINE でいっぱい話しかけてくるのに学校で話しかけてこない、あーやっぱこの回答多かったんですよね。けどねそうなんですよ本当に、結局直接会って喋らないと、そこで爪痕結果残さないと意味ないんですよ。どれだけ LINE でグイグイ行ったところで肝がられるんですよ。だから私の考えとして LINE の駆け引きとかあんまり意味がないと思っちゃってるから、ダラダラとその異性と LINE を続けるのが苦手なんですよね。直接会っていいと思わないと、いいと思わせないと、 LINE でどれだけ饒舌に何かを喋ったって、責めたことを言ったって無駄というか、むしろ時と場合によっちゃこういう風にマイナスになるじゃん。やば、好きかもしれん、わらわら。俺がリカちゃんのこと好きって言ったらどうする、なんか LINE ではくっそ責めたこと言っとってよ、で直接会ったらなんか怖っ。「インスタはしたから」「チャンネル